みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ちょっと時代錯誤じゃないなんて。お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。従え、従え、従って。ああ、もういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。とりあえずここの全員で相撲を取ろうぜ。俺のアンドロイド嫌いは仲良くなれるかも。マジで勘弁してくれと。アンダーソン警部補がこの捜査に適任かどうか少々疑問があります。え、そうなの？俺あんまないけどな。アンドロイドの分際で俺に口出しをする気か。さっさとオフィスから出て行け。だとその言い方。では失礼します警部。言い方もちょっと皮肉っぽかったけどね。ほな、では失礼します警部。まんざらでもなくない？横顔もすごい可愛くない？犬について、犬は犬についていく。犬が一番早いです。ペット、ペット行こう、ペット行こう。ペットが一番早いんだけど、知ってる。犬の毛が椅子に。毛で、写真だったらまだしも、毛だってちょっとキモいから毛で言ってくんの。関係ないだろ。ちょっと、キモってなるか。え、そこで見てるキモって。相撲だ。相撲って呼んでる。相撲取ろうぜ。やっぱり取りたがってるやん。おい、お前相撲取りたがってるやん。なあ。RA9 だわ。こりゃどういう意味だ。 RA92471 箇所も壁に書かれている。お前ガチでエグいな。オーティスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。頭脳を出れるやん。タイの首都バンコクのゼピコーン、クルテンマーナコン、アモラッタナコーシー、マインタラ、ユッタラ、マイディロック、ポップナッパラット、ラチリブリドム、ウドン、ラチリウェイト、アモスター、アマピアン、アオタン、サッカタティア、ミセルカンプラシットのやつやん。頭脳で見たかったよ、あんたを。最近までここにいた。何してんだこれ。 RA9 書いてんのか。リビングに逃げていった。なんでこけたんだ。ただで、なんで、え、おっちょこちょい属性持ちか。ヒロインか、こいつ。ダッサイ、ダッサイやめる。何かがあったんだろうな、多分。慌てよう、えぐいもんな。もう手で持った後あるな。すごいスムーズ。さっき長すぎてすごいスムーズに感じる。めっちゃうまくできてるように感じるわ。これか。容疑者はまだここにいるわ。逃げてきて。玄関に逃げたい。玄関に逃げたい。やばい、来てる。アイスが、もうダメだ。ええよ。か。はい、気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わい。思い立ったら先に情報共有せずに行っちゃうパターンか。やっべ、裏紙いっちゃった。ハトじゃなくているんだよ。あんたもだよ。おとぎ始まった。俺の操作なんこれ。うわ、ここ俺なんだ。速いがリスクが高い。楽だが違う、リスクでしょ。やって、いいや。
勝手に走ってくれ、これマジで。あーだるいなそれ。あーこれいけないか、いけないんかい。89%。いや11%はちょっと怖いな。くそ、まあ、ちくしょう、もう少しで。くそ、私のせいです。もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよ。まあいい、 98% とかだったら俺追ってたわ。見つかるさ。99とかだったら持ってた。おい、こら。なんでもない。11%じゃ怖すぎるな。でも11%結構やばい、普通に。いや、クソ楽しくて、草手が。おい、クソ楽しいな。